パブリカは、トヨタ自動車工業が生産し、トヨタ自動車販売が販売した小型乗用車、及び小型貨物自動車である。1950年代の国民車構想の影響を受けて開発されたパブリカは、トヨタ発の大衆車で、長年にわたって、同社の生産、販売する最小車種として位置づけられた。後のスターレットビッツやアリス及びダイハツコンソルテ、シャレード、そして、 デュエット、ストーリア、パッソ、ブーンへと連なる、トヨタ大発両者のエントリー系コンパクトカーの元流である。国産大衆車初の水平対抗エンジン車であり、この水平対抗エンジンは後にミニエースやスポーツ、800への搭載を経て、晩年には、トヨタライトバス初代コースター用の、車載用クーラー専用サブエンジンとして受け継がれた。またレースにも参加しており、 1> 第1回日本グランプリでクラス優勝を飾っている。大衆者を意味する英語、パブリックカーを略した造語である。唐辛子の一種のパプリカとご表記されることが多いが、単に字面が似ているだけであり、関連はない。国民社構想パプリカの商品企画は、1954年5月に当時技術担当専務であった、豊田英治から500から 600cc 級の 全輪駆動大衆車の開発提案が出されたことに始まった。当時タクシー用に用いられていた小型車よりも1クラス下のオーナードライバー向け大衆車を構想したコンセプトである。従前の自社最小クラスである1000、CC 級乗用車よりさらに小型の車が当時のヨーロッパでは多数出現しており、トヨタをはじめとする日本のメーカーを刺激する存在であった。 初代クラウンの開発が完了した直後の1955年4月から小型トラック部門の主査であった矢豚東さんを主査としたチームで開発が着手された。その直後、1955年5月に当時の通商産業省自動車課が国民車構造を計画しているという報道が浮上した。これは一定条件を満たす国民車の生産を国によって講演しようという 日本版フォルクスワーゲン計画であったが、マスコミのスクープによって内部構想が明らかになっただけのもので公式な政策とはならなかった。この構想で通産省が想定した国民車の性能は最高時速 100km 以上、乗車定員4名または2名と 100kg 以上の貨物が積めること、平らな道路で時速 60km の時、 1>, 1リットルの燃料で30キロメートル以上走れること。大掛かりな修理をしなくても10万キロメートル以上走れること。というものであった。大学教授などの助言も受けて、自動車好きの若手官僚が立案したプランであったが、当時の主要自動車メーカー側も一応検討はした。ものの、同年9月には、日本自動車工業会の統一見解で、 不可能とする回答が出された。技術的に高度な要求であるが、仮に技術面をクリアしても、コストの制約があまりにも厳しく、価格が40万円超になってしまうと見積もられた。それでも、この企画に刺激されていくつかのメーカーで、小型車開発が着手されることになった。トヨタは着せずして、 国民車構想のタイミングに合わせた形での新型車開発を進めることになった。試作過程の路線変更当初の計画では、豊田エイジの移行により、シトロエン 2CV に習った空冷に気筒エンジンと前輪駆動方式を採用することとなっていた。フロントサスペンションはウィッシュボーン独立式としたが、これにはドライブシャフトの取り回しを考慮し、 イギリス車の戦後型モーリスマイナーに習った縦置き、トーションバースプリングを採用した。この車の開発には、タクシー業界から横槍が入った。超小型車によるタクシー業界での小型車増加を危惧したのである。タクシー業界が、トヨタ乗用車の最大のユーザーであった当時、その意向は、無視できず、とりあえず格好が仕上げられた、全輪駆動試作車。 1A1 型を1956年9月に公開した。これはタクシー用としては小さすぎ、あくまでオーナーカーとしての販路を求めた車であることを釈明する意図があり、スタイルも当時としては乗用車らしからぬ後年のにボックススタイルに近いものであった。1957年以降、試作車が増加試作され、テストドライブも繰り返されたが、 当時の日本における技術的限界から前輪駆動の駆動系には耐久性の乏しさと上り急勾配でのトラクション不足といったトラブルが続出し、以後の開発は容易に進捗しなかった。このため、1959年2月に至って、長谷川達夫が新たに主査に任命され、長古型大衆車の開発を続行することになる。長谷川は同年5月、 新大衆車の駆動システムについてオープンプロペラシャフトを介したホチキスドライブ型の後輪駆動方式という平凡なレイアウトへの変更を断行した。トヨタと長谷川自身にとって過去に経験のない FF 車開発は与えられたわずか2年の開発期間では不可能であるとの判断からである。固定軸の FR なら設計自体は容易であり、 駆動方式の変更による重量増の問題は他の部分の軽量化設計で補う方針が取られた。また、当時 500cc 車には税制上の特典を設ける予定という観光庁側からの不確かな触れ込みがあり、当初計画を描いた豊田栄治も 500cc、600cc を主張したものの長谷川はすでに高速道路の建設が開始されている。 高速化時代にあって、500cc エンジンはあまりに非力で対応できないで、あろうと判断し、やや大型の 700cc 級エンジン搭載とした。開発にあたっては、時速 100km での連続走行が可能である、ことも考慮していたのである。500cc 車の優遇税制は結局実現せず、長谷川による排気量増大は実用上的確な判断となった。 重量軽減とともに製造減価を念頭に置いたコスト管理も徹底され、その開発手法は以後のトヨタ社に踏襲されていった。生産については、トヨタ市にパブリカ専用の大工場、元町台に工場を建設、低コスト量産体制の体制作りがなされた。基本構造アップ10型初代、パブリカに搭載されていた、夕方エンジンのカットモデル完成したアップ10は、 軽量なフルモノコック構造のボディを採用した。全長 3500mm 余りの簡素なボディは、大きなプレス部材を用いて生産性を高める配慮がなされていたが、デザイン上やや華奢な印象があった。二度アノッチバックの四、窓セダン型ボディを標準とし、2130mm のホイールベースの中で、大人4人を乗せる、最低限のスペースを確保していた。 それでも当時の軽乗用車よりはゆとりがあり、さらに独立したトランクスペースを設けていたのは長所であった。軽量なエンジンをフロントアクスルにオーバーハングさせつつ、プロペラシャフト位置も極力低くし、FR でのスペース効率の不利を克服する努力がなされていた。プロペラシャフトを持ちながらも全体の軽量化は特筆すべき水準に達し、セダンの空車での重量は、 FF で企画されていた当初の計画を満たす 580kg に抑えられていた。プロペラシャフトの出力軸はクラッチ側に比べ低い位置から引き出されるようになっており、このためトップギアは当時一般的な直結の減速比1.0でなく1.125とやや低速側に振られている。サスペンションは前輪ダブルウィッシュボーン式サスペンション。 後輪縦置きハンダエンリーフリジットの当時ごくコンベンショナルなレイアウトである。前輪サスペンションのスプリングには縦置きトーションバー、スプリングを用いていたが、これは軽量化や小スペース目的もさることながら上下アームの間にドライブシャフトを通していた FF 一時試作車の名残である。後年、トヨタではキャブオーバー型商用車の前輪独立喧嘩に、 縦置きトーションバー指ッシ種ボーンを多用するようになったがパブリカがその講師である。前輪駆動を想定していたゆえの広いフロントトレッドも踏襲され安定性が高まった。ステアリングギアボックスは当時一般的だったウォームセクターで車の軽量さも手伝い、重要無難な操縦特性となっている。新開発のエンジンは 697cc。 強制空冷水平対向二気筒オフの夕方エンジンである。当初のボアストロークは 78mm73mm、mm、のオーバースクエアで水平対向二気筒で洗礼の多い半球型燃焼室を持つクロスフロー弁配置となった。性能は最高出力 28PS4300rpm 最大トルク 5.4kgm2800 RPM を達成、ロー以外シンクロメッシュ化された、コラムシフトの4足ギアボックスを介して、セダンの軽量ボディを最高時速 110km まで到達させた。後年に至るまで、トヨタ車史上唯一となった、この空冷エンジンは、水平対向に気筒であることと、延伸式のシルッコファンとシュラウドを組み合わせた、強制冷却という点は、ファンを取ったシトロエン 2CV と、 共通する。しかし 2CV のエンジンは、コネクティングロッド大単部を一体意識とし、組み立て式クランクシャフトを窒素冷却して圧入する、構造や、簡素化を狙った、シリンダーヘッドガスケットの省略、左右同時点火など、常動から外れた特徴が多く、当時の日本の内燃機関の通例や、生産技術から乖離した特殊な設計でもあったため、より常識的な BMW や、 セーンダップなどのドイツ製オートバイ用を水平対抗に、気筒エンジンをも参考とし、振動対策にも意を払った。経験の少ない空冷エンジンの設計である上、それまで4気筒以上が標準であったトヨタエンジンで、初の2気筒ともなると、トルク変動が大きいことも問題になり、開発陣は熱変形などの冷却対策や、クラッチ周りの耐久性確保に苦慮したという。 旧排気バルブの隙間調整機構として、日本の乗用車としては、初の油圧式、ラッシュアジャスターを採用し、メンテナンスフリーを実現したことが特徴である。軽量かつ簡潔、しかもコンパクトにまとめ上げられた、このエンジンの採用で、FR 車ながら、エンジンルームの前後長を詰めることができ、FF 車と大差ない居住空間が得られたが、同時に、空冷エンジンゆえの騒音や、 暖房能力などにハンディキャップを抱えることになった。夕方エンジンは生産数を少しでも伸ばすため、出力を低速運転に適した 10PS2200RPM とした上、1965年6月から同社のライトバスでクーラー用サブエンジンとしても利用され、生産設備の焼却と当時観光バスでさえ普及の途上であったバス冷房の大衆化に、 貢献している。発売と失敗社名であるパブリカは当時流行していた一般公募による。賞金は当時としては超高額の100万円、応募はがきは108万通を数えた。戦術のごとくパブリックカーからの造語であり、国民者にふさわしい名であるとされた。1961年6月発売当時、セダンの価格は38.9万円で、 軽乗用車並みかそれ以下という連鎖車であった。広告コピーはパブリカに始まってパブリカに尽きるであった。また森永乳業とタイアップし、同社の販売する濃縮乳酸菌飲料、コーラスの瓶の線を集めると抽選でパブリカが当たるというキャンペーンを行った。この最初期型は現在トヨタ博物館で見ることができる。トヨタ自動車販売は パブリカ専売の新たな販売チャンネルとして、既存のトヨタ店、トヨペット店に続く第3の販売店網の構築に着手し、この新チャンネルはパブリカ店と名付けられた。パブリカ店は既存の販売店網に対し、小規模の拠点を多数展開すること、地元資本の新たな参加を求めること、同一地域、同一都道府県内で複数の店舗、販売会社を競合させること、 などを基本コンセプトとした。パブリカをキーワードとした徹底した CI 戦略、多彩なローン販売体制の整備、さらにはユーザー想定顧客への運転免許取得圧線推進など販売推進にあらゆる手段が繰り出された。主婦層までユーザーターゲットに入れたことは大根一本でついたち走れますというユニークなキャッチフレーズでも伺われる。なお、 パブリカ店の全国展開の過程で未開業の地域では暫定的にトヨタ店、トヨペット店で取り扱っていたこともあったほか大型ディーゼル車の販売不振で経営危機に陥っていたディーゼル店の救済策としてディーゼル店でも販売されたしかし発売時のパブリカは純粋な走行性能や実用性こそ当時の日本において突起に値する高水準であったが その装備類は極めて質素なものであった。機能性とコストダウンを重んじて徹底した簡素化を図った結果、外装にはメッキ部品がほとんどなく、ラジオ、ヒーターなどの快適装備はもちろん燃料系やサイドミラーすら装備されていないというないものづくしなありさまであった。そのあまりの質素さゆえに発売当初から大衆層には支持されず、販売台数は低迷した。 当時は自家用車を購入することは大衆の夢の一つであり、故に自動車には単なる実用性以上に装飾などによる高級感の演出が求められていたのである。パブリカの発売に対抗して軽自動車各社がデラックス化を推し進めた結果、購買層は軽自動車へと流れた。デラックス化派生モデルの出現トヨタは翌百六十二年にバン。 トヨグライド式のセミオートマチック使用者を追加した。ライト版使用は当時大きかった商用車需要に応える形で販売強化を狙ったものであり、トヨグライドモデルの投入は EG ドライブ製の向上による競合モデルとの差別化であったが、特に半自動変速機の後者を廉価な大衆車に導入したことは意欲的な試みと言える。同年の全日本自動車賞で、 パブリカスポーツを参考出品する。これは後に改良の上量産化され、1965年にトヨタスポーツ800として発売される。空気抵抗の小さい軽量ボディによって高性能を発揮し、ヨタ8の愛称で親しまれることになる。1963年、リクライニングシートやラジオ、ヒーターなどを装備、クロームメッキモール、 オーバーライダー付け大型バンパーなどの装飾を施したデラックス仕様を追加する。東京地区販売店のパブリカ朝日がヒが1962年パブリカ反則の独自企画として燃焼式ヒーターやラジオを装備しメッキパーツをあしらった特別使用車を売り出して好評であったことを受け全国展開したものである。デラックスの登場でパブリカの売れ行きはようやく上向きとなった。 新たな顧客となる一般大衆のニーズを把握するまでのこのような経験は当時パブリカよ日団上のクラスの大衆車開発を構想していた長谷川達夫らトヨタ自動車工業の開発人そして乗用車各班の前線に立つトヨタ自動車販売と系列ディーラーにとっての通列な教訓となり1966年11月に発売された初代カローラの開発 販売に際してはデラックスさを強調する差別化戦略として活かされる結果になった。デラックスの発売により基本モデルはスタンダードと呼ばれることになり同時に一部改良を実施し前後バンパーが若干大型化されたがデラックスと異なりオーバーライダーは非装着となった。また同じく1963年にはセントラル自動車に ボディ製造を一択したコンバーチブル及びデタッチャブルトップを追加発売し、ようやくは月板3000から4000台と当初の予定台数に乗った。1964年2月にはトラックモデルを発売、同年9月にはマイナーチェンジを行い、エンジン出力を 32PS にアップし、さらにアウタードアハンドル周りの安全性の改善対策が実施された。 これに伴い版にもデラックス仕様が追加。同時に本格的ホームカート歌い、俳優の大阪志郎を起用したテレビ CM も放映されている。アップに合った計1966年に大規模なマイナーチェンジが行われた。排気量 800cc に拡大し、36PS に出力が真下に UC 型エンジンに変更され、トルクチューブドライブ化や、 フロントノーズ形状及びリアデッキ形状の大幅変更など同一車内ながらフルモデルチェンジに近い大掛かりな仕様変更を行った。コンバーチブルモデルにはスポーツ800と同一のツインキャブ 45PS の2遊型エンジンが搭載された。変更後の形式はアップ20である。この年10月からパブリカ店の名称はトヨタパブリカ店へと改められた。 この間、数字にわたり、販売価格が下げられ、1967年には、スタンダードの価格は35.9万円となった。トヨタは、当時の固定レートで1ドルイコール360円で、あったことにちなみ、パブリカを1000ドルカーと表現し、広告のキャッチコピーとした。1967年には、派生車種としてキャブオーバー型の商用車、ミニエースが発売された。 この年、日野自動車と業務提携したトヨタは、翌1968年、パブリカ版の生産を日野自動車に委託。版は、日野自動車ハムラ工場内の小型車ラインで製造されることになった。また、同年10月には、後期型、コンバーチブルやデタッチャブルトップ、スポーツ800と、ほぼ同一の高性能型エンジンを搭載した、スポーティーセダン、 パブリカスーパーが追加された。なおパブリカスーパーは後期型コンバーチブルやスポーツ、800同様、タコメーターやトリップメーター、油圧計、4速フロアシフトのマニュアルトランスミッション、バケットシートが標準で装備されていた。ただし、ブレーキはスポーツ800やコンバーチブル、デタッチャブルトップを含む通常モデルのパブリカ同様、ソーリン、ドラムブレーキだった。 1968年2月には最後のマイナーチェンジを実施。デラックスとスタンダードの中間に位置するスペシャルを追加同時にスーパーとコンバーチブルデタッチャブルトップもデラックススペシャルスタンダード用と同一のブラック基調の T 字フロントグリルに統一された。このマイナーチェンジに伴い CM キャラクターに当時同社に専属契約していた レーシングドライバーの福沢幸を起用した。アウタードアハンドルの改良当時の自動車には、レバー型のアウタードアハンドルが前方を向いて、取り付けてあるものが多かった。これはユーザーにとって、ボタンを押し込む方式に比べて操作が楽で、メーカーにとっては、ドアハンドルやドア内部のリンク機構を簡略化できる利点がある。このパブリカもそうであったが、1964年6月4日に、 東京都世田谷区の道路で小学1年生の女児がパブリカとすれ違いざまにアウタードアハンドルが胸に突き刺さりその先端が心臓にまで達する事故が起きた女児はすぐに病院へ搬送されたものの死亡した以前にも同様の事故は発生していたがこの事故については全国的に大きく報道されて国民の注目を集めるに至り事故から2日後にトヨタは 全車種でアウタードアハンドルを安全なものに交換することを発表した。以後、他のメーカーもこれに倣い、前向きのアウタードアハンドルは日本車から姿を消すこととなった。リコールヒーター関連の部品にアスベストが使われているため、2006年7月にメーカーから非アスベスト材への交換がアナウンスされた。1969年4月に2代目へとモデルチェンジする。 二代目では 2UC 型、2UB 型クーレ 800cc エンジンも残されたが主力は初代カローラに搭載されていた K 型エンジンのボアを縮小した水冷直列4気筒 1000cc の 2K 型エンジンとなる。トラックモデルはピックアップに解消された。業務提携した日野自動車も羽村工場内に小型車専用ラインを設け商用モデルの組み立てに参加した。 初代の発売から8年が経過し、高度経済成長期にあった日本ではモータリゼーションが進展していた。自家用車の保有台数は毎年倍増する勢いであり、また第二次世界大戦直後に生まれた、いわゆるベビーブーマーたちが自動車、運転免許取得年齢に達していた。トヨタはパブリカを初代モデル発売以来の大衆車という位置づけから、 若者が最初に購入する新車イコールエントリーカーへと商品企画を変更した。1000ドルカーという初代後期型の直接的なキャッチコピーは消え、ガッツ、パブリカ、カモシカというより抽象的なムードの表現に変化した。また、広告のイメージキャラクターには大河ドラマへの出演などで当時人気が上昇中の若手俳優であった。 石坂工事が起用された。さらに、ダイハツ工業との提携により、同社からは、パブリカと同一ボディのコンソルテが発売された。コンソルテは、パブリカと異なり、従来のダイハツ製乗用車であるコンパーノから、転用された 1000cc の FE 型エンジンが搭載された。新たに設けられた、スポーティグレードの SL は、 カローラ SL と同一の1 1 0 0 c c の KB 型エンジンを搭載したが、同年10月、カローラがマイナーチェンジによって 1200cc になる時を位置にして、パブリカ SL のエンジンもカローラ用の 3KB 型エンジンに変更された。同時に、トヨグライド式オートマチック仕様が 1000cc に追加された。なおこの年、パブリカ店はカローラ店に改称され、パブリカは 商用車を除いて、オート店の取り扱い車種となった。1970年10月、マイナーチェンジが行われた。インストルメントパネルを変更し、1200cc モデルにシングルキャブレターのハイデラックス仕様が登場。前輪ディスクブレーキが標準装備となった。これと同時に、自動車排出ガス規制対策として、全エンジンにブローバイガス還元装置が設定された。 1972年1月に基本金型の変更を伴う大規模なマイナーチェンジを行い、エクステリアデザインを大幅に改め、全部をフラットデッキか後部を非ハッチバック構造のままファストバック風の衣装に改めた。この際に夕方クーー日記等 800cc エンジンを搭載するモデルは乗用車排出ガス規制のクリアが困難との見通しから廃止されている。 規制値の異なる商用版の 2UB 型は1975年11月まで生産され、パブリカの商用モデルのほか、同社のミニエースにも搭載された。1973年4月には、スポーティーな上級派生車として、パブリカスターレットが登場し、同年10月には、新しい保安基準に適合させるためのマイナーチェンジを行った。 1976年2月には1200シリーズの昭和51年排出ガス規制適合とともに最後のマイナーチェンジが行われ適合モデルの形式が BKP50 となる。同年9月には AT の復活もなされたが1978年2月2代目スターレットの登場期に乗用車モデルの販売を終了した。 商用モデルは、バンが1978年10月の2代目、スターレット版登場まで販売され、残ったピックアップは、エンジンを排出ガス規制適合の 1300cc、4KJ 型に変更し、1987年12月をもって生産終了、そして1988年3月をもって販売終了となり、パブリカは、名実ともに27年の歴史に終止符を打った。 2代目の販売期間中の新車登録台数の累計は316,333台ピックアップは現在でも競合車種の日産、サニートラックと共にカーマニアに愛されている。ありがとうございます。